モンゴメリーがスクリーンに来て空いた、ピックアンドロール、いい形が決まりました。もらってこういったところもあるんです、バスケットカウント、いきなり来ました。先ほどは止めた中西でしたが、ここはファールと仕掛ける、仕掛けていく、リバウンドもこの第1クォーター、ここまでは青森が取っている印象、ハミルトン奪われない、パスに変えました、ナイスアシストだ。ここもリバウンド、ハミルトン、 EJ モンゴミリに渡して、またエンドワンだ。第1クォーターだけで2つ目、早くも神戸のタイムアウトです。なかなかシュートに行けません。常田は3を狙ってきた、常田1本目、でドライブスピードに乗る、今度はブロックやり返す、モンゴメリー、池田、池田中切り込む、ドライブパス選択、最後は常田です。ちょっと流れが落ち着かない第1クォーターです。中に切り込んでいきました、落ち着いています。モンゴメリー、モンゴメリー2ポイント、森だ、ハミルトン、スピードの緩急をつけた、久武がいても関係なし、22対18、アウダーゴールした、アウダー、もう一度ハミルトンに預けた、池田東海に狙うか、3ではなく2ポイントリバースレイアップです。ショーディフェンス見せてきた、松崎のディナイもありましたが、そう、いやリジェクトでいってのバスケットカウント、両チーム通じて初めて今日2桁得点ということになりました。すでに10点です。アウダを呼びます、池田、東海林の動きを見ていました、ナイスアシスト。ショットクロック5秒、後ろから東海林触った、アウダが走って、イージーバスケット、もインサイドフィントエリアでの得点を重視して取ってきているという印象があります。詰めたドライブを見せて、速いパス、イケソラパスからの東海林、ここは、まあ、相手のパスも、もうもらってからすぐというところでワイドオープンを、神戸もゾーンできました、昨日はなかったんですが、そこを狙ってきたハミルトン、ゾーンディフェンスと分かった瞬間に何か狙ってきたかのような、ハミルトン呼びました、ハミルトン、ハミルトンのゴール下、強い、落ち着かせます、モンゴメリーペリメーターショット、残り1分切っています。今度は自分で行くスクープショット、今神戸誰もディフェンス行けなかった、前に送って常田、常田、ちょっと青森のもうやりたい方でなってきている、青森ボールリスタート、一気にスピードに乗ってくる、ここは一気に流れを止めようという高さのミスマッチがあります。ハミルトン狙わずにドライブ、エンドワンだ、池田のスピード狙って、キャッチャーのショット、精度が高い、
ここはまた狙ってきた、また落とす気配がない。ハミルトン、あースイッシュ、スリーポイント級4本目、ドライブでモンゴメリー、下丈がやはり激しくいけない、そこをついてきました。モンゴメリー、モンゴメリー、開いた開いた開いた、最後はパス、アンハンド。2人ディフェンスを引きつけてスクリーン使う、スイッチしてアウダ、残り時間1秒で池田、バウンズパス、前から行くフォールムのアレックス、再びアウダー、久竹がいなくなったところでインサイド、アウダでついてきた青森です。ゴールしたまたアウダがいるが、モンゴメリーだ、ダブみんなで守っていったんですが、モンゴメリーが20点を超えて21点。